ルカマ・アローネはイタリアトリノ出身のサッカー選手。FC クロトーネ所属。ポジションは守備的な MF、センターバック。1998年にユベントス FC の下部組織に入団。各カテゴリーでの活躍が認められ、2009から10シーズンのプレシーズンによりファーストチームに帯同する。2009年8月23日。 セリエ A 開幕戦のスタディオオリンピコでの起栄棒、戦にて途中出場を果たし、19歳でセリエ A デビューを飾った。この試合を含め、同シーズンは2試合に出場する。2010から11シーズンは、チームメイトのチーロインモービレと共に、シエーナとローン契約を結んだ。2011から12シーズンからユベントスへ復帰。 このシーズンは3試合に出場し得点を記録した。2012から13シーズンからはセンターバックとしてもプレーしている。2013から14シーズンからは背番号を39番から17番に変更。2013年9月2日、サスオーロにドメニコ・ベラルディの共同保有権とトレードの形で共同保有で移籍。二0十四年七月、 ユベントスがマルローネの保有権の半分を買い取り、ユベントスへの復帰が決定。また、ユベントスと5年間の契約を締結した。しかし、出場機会はなく、2015年7月昇格したカルピ FC へのレンタル移籍が決定。2016年1月28日、エラスベローナ FC へのレンタル移籍が決定。U-21 イタリア代表では、 UEFAU-21 欧州選手権2011の予選のボスニアヘルツェゴビナ戦にて初出場。ありがとうございます。